ナンバーワーお送りしています。さあ、それでは最初のコーナー参りましょう。給食係です。皆さんから頂いている美味しいメッセージを紹介しますが、やっぱりね、給食係の前は、月1回のお楽しみ。はい。前里レシピいきたいと思います。腕によりをかけてね。いやいやいや。私が腕にというか、リスナーさんから、あの、レシピを送っていただいて、で、それを私が実際作ってくるんですけど、先月ね、泣いちゃう嫁さんが送ってくれたんですよ。我が家の定番おかず紹介します。材料3 でお手軽おおかずですお財布にも体にも優しいの我が家の子供たちにも人気のおかずです。材料は前里の島豆腐いっちゃんでそして人参一1本卵2個 <laughs> あとは調味料ですね顆粒だしが小さじ2砂糖大さじ1みりん大さじ1醤油大さじ2ということで、まあ、作り方はにんじんを粗みじん切りにして温めたフライパンに油入れて人参が透き通るまで炒めます。 で、次にお豆腐を入れて、炒めながら崩して水分がなくなるまで火を通します。で、 このさっき言った調味料、これを入れてひと煮立ちさせて、最後に溶き卵で閉じる。卵を入れたら触らんで、ということで、私、だからこれ、ら入りするのかなと思ったんですけど、やっぱり、こう、卵を入れて閉じるってことは、ちょっとオムレツ風にするものなのかなと思って、うんうん、か親子丼ってのうイメージでね。うん、そうそ,うそ,うそっちなんか、だからちょっと半熟気味に今日作ってきたんで、おいしそうなメニューが。t の方にもね、画像アップしたいと思いますけど、うんはい、じゃあ、しんちゃん、ぜひ味見をしてみてください。じゃ美香さん、自分で作ったのっもすかはい、いただきます。3つもある いつもありますので、いただきます。や、まあ、お豆腐ってさ、こうボリュームが出るから、何に入れても助かるね。そうだよね、これいいよね、うん、また体にいいさね。いただきます。はい、美味しい。<laughs> 自分で作って美味しいっていうのはおかしいけど。うん、美味しい。これご飯欲しくなるのでも。そうそう、ご飯の上に乗っけて食べたくなるね。でも、豆腐だからヘルシーなんだよね。<laughs> そうなんですよ。俺、これにこれ。 チキンと豆腐でも別にあかさましっていうか豆腐でやってもらってご飯少なめでもしてもいいねそうなんだよねだからこれに例えば玉ねぎとか玉ねぎ入れてもいいし上からネギ散らしてもテレビラーとかな。そう彩りもよくなるので美味しい。作った人の顔が見たいお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 い上手上手やっぱなんか豆腐いいんだよなうん。なんかさ年 食ってきたらさ、豆腐とか納豆とかさ、そういうのが本当にいいもんだなって思うね。これがお財布にも嬉しい。しでさ、こういうのってさ、子供たちは丼にしてもいいけど、大人はちょっとずつちびちびつまみでね。いただけるんじゃないかなと思いますので。こんなに食べても、これだけカロリーみたいな。そうびっくりするよ、今日材料費聞く。いくら?。えっと、百八十円。安い安い。安いでしょう。百八十円。一しょ豆腐が。はい。 家族四人五人いけるんじゃない。そうなんですよ。だから、今日だから人参一本、豆腐、卵二個。百八十円。これに。はい。玉ねぎをプラスして、じゃ、ちょっとじゃ、豚肉も入れようか。そうそう。入れても五百円で収まる。行かない、行かないと思います。いかはい。ああ、これはいい。ですねそうなんですよ。なので、ナイチャイムさん、ありがとうございました。ぜひラジオを聞いてる皆さんも、試してみてください。とっても簡単でした。で、あのナイチャイムさんから、もう一つ来てたんですよ。えっと、前里の白滝と。 えー、田舎そば、まあ、おそば屋さんの田舎そばでたまに売られている早期のくずを1パーク50円で買ってきて早期クくずっていうのがあるんですって何なの初めて聞いたなんか多分こう細かく切れちゃったお肉とかあんなのかな骨汁についてる肉かもしれないね、えー、それを1パーク50円で買ってきてこれを一緒に炊くだけです、うん、初めて作ったんですがしめじを入れて食感を変えて美味しかったですということなのでまああのこのしらたきも。うん お肉系と一緒にこうやってあときのことか何か入れてもね食べても美味しいんじゃないかなと思いますなえちゃ嫁さんレシピありがとうございましたさあじゃあ来月は来月あるじゃないミカミカが作ってみたいのやってみたらまずんか新しいっていうか最近ちょっとチャンプルーで今日私フライパン持ってきたんですよフライパンに移したり皿移すのなんかなと思ってだからかあれだよね息子の嫁が近くに住んでるみたいな。 冷めない距離みたいな。全然ね。そうだから駐車場からフライパン持って降りてくるときに竹中智香さんと <laughs> あの久高セ也アナウンサーにどうしたんですか。どうした。<laughs> フライパン何するんですかって言って。しんちゃん殴るんですからみたいな。<laughs> ミートンダ応援用ですかみたいな。 なので来月は私がちょっとお豆腐を使った前里のねちょっとスイーツを作ってみたいなと思いますので楽しみですねチャレンジしてみたいと思いますレシピもねはい紹介したいと思いますので楽しみにしててくださいのいいしししレシピご紹介またではでは南部アワー給食係まりましょう皆さんから頂いたおいしいメッセージを紹介してまいりますじゃあしんちゃんからどうぞはいいきますじゃあこちらですねさん ですね、はい、こちあ,ありがとうございます。えー、アジャバシの下をくぐって、すぐのところに、ピクニックで行きたくなるようなパーラーがあるんです。うんはい、ええー、お店の名前は。ええー、イエス、ピクニック。ッピクニック。ピクニックパーラー。<laughs> ーイエス、イエス。高須クニックパーラー。<laughs> <笑><笑>イエス。これ、前、やらんかった。やったか。ええ、の、呼んだよ、ね、うな気分。 あちょっと冗談だね、うん、ごめん失礼しました、うんえー、イエスピクニックパーラーですそうだよその,、うん、その時にイエス高須クリニックって同じこと言ってた,たそうですかわかりましたそ,そうだよねメニューの中でもチキンポテトがあって、うん、生姜の量も選べてジューシーで柔らかいチキンということで<う>イエス昨日ま俺が悪い 俺が超短パンにして勇気をまとばし,てしう。<笑><笑>はい、じゃ、続いてこちらいきます、うん。作文用書きてるよ。作文できちゃんですよ。だから那覇市の金城さんです。面白いね。ねペンネームが書かれてないんですね。うんうん、新一様、お世話様です。はい、玉城美香さん、よろしくです。うん、美香さんの明るさが好きです。うん、ありがとうございます。食堂のメッセージですが、以前、おろくにあるデイゴ食堂にツハさんが入ってきました。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。背が高いのが印象に残りました。<laughs> 俺じゃないんじゃないかな。<laughs> 話しかけたら私は大体誰にも話しかけるんですがなんと、うん、なんとなく知られたくない様子でした沖縄の芸能界で生きるマルチの津波さんもいろいろと気,気を使いますね応援していますさて食堂の話ですがマダン橋の国馬川沿いに蕎麦屋があります運転そばと言います若い男性2人で働いています大きな これ輪天気があって原料の白、えー、粉と水を混ぜて回すとスルスルとそばがそば麺が出てきます、うん、手作りのそばですね手作業もあるそうですうメニューは沖縄そばと油脂豆腐の限定ですしっかりリサーチしてきましたよ客席が14席なので昼食時になると満席になります 臨天気はカーテンで見えないのでリクエストしてくださいね。県道からは夜名原方面に向かってマダン橋から右側に運転そば屋があります。津波さんも美香さんもぜひ食べに行ってみてください。4月14、15の演目が楽しみですね。詳しくインフォメーションしてください。運転そば営業時間は 十一時から夕方五時まで、お休みが日曜日です。ということは、今日お休みなんですね。うん、休みか。残念ですね。はい、え、ぜひぜひ、じゃ、あの、行ってみてくださいということで、メッセージいただきました。金城さん、わかりました。川柳とかで、僕ちょっと担当してるのが、新聞で、そこで送ってくれる方です。時間にいてますね。すありがとうございます。声かけてくださいね。はい。桑名さん来てますよ。え、三日ゴールデンイクやチャースが。さて、本日は九州から。ゴールデンウィーク。ゴールデンウィークはチャースが。 ベイパースミ、うん、絶対サンドやらない、うん、絶対サンド <laughs>、えー、本日は給食が優待する絶対さん。ド世間がやると言っても私はやらない <laughs> <laughs> <laughs>、えー、行ってきたのはハイバルにあるリュウシンソバ、えー、店内に入ると壁にかけられた小刻みのサインに食欲をそそります <laughs> なんでよ <laughs> えー、そこで、早期そばセットと朝そばを注文。ささっとざさ出された品は、そばだしもあっさりした味にグー自家製麺にもぐ、早期の柔らかさにもぐ、ジューシーが美味しくて、ジューシーもぐ、朝も中ぐつく、中ぐつくさんの朝を使用していて、磯の香りに具、どれもこれもぐーぐーぐーの欲しい5つです。美味しい食に感謝。まあ、朝さん。さあ、そのそばが、早期そばが美味しい店、流進そばの場所やしが、どうやって説明していいかな。あね。 南城市大里の満腹食堂があるさあの交差点からハイバル向けに進み高速の橋を行かない手前の左側に流進そばありますよそばの中に入っている不思議なものがの楽しめる流進そば行ってみてやーということでここは南城市の大里ですねハイバルではないですね、はい、あそこおいし 竜神の竜も琉球の竜でありますからね、はい、あの公民館跡みたいなの駐車場があったような気がしますけどはい、はい、ありがとうございますすごい頑張ってますんでこちらはいよろしくです続いてこちらは、はい、えっと牛乳屋のひいふみーさんですどうもはいたいしんちゃんみかゆうきりーにちなーもうたいうたいたいうた、えー、たいひいふみですごくんちょ、うん、えー、今日紹介するのは那覇市内を縦横無尽に歩かす石焼き芋屋さん先週の日曜日自分があったのは首里山川町の数字道、うん、実はこの焼き芋屋は毎週日曜日に何回も道ですれ違う時に声か かけあったり、お互いの顔なじみ、メール便忙しくてコンビニ寄る時間もないときにたまに買うわけさ。うん、でもこの日は一個買おうとしたらシムさと言ってあち高校焼き芋一個もらったさや。自分が会うのは日曜の修理。いしやきもーってスピーカーからあびらしてるから探してみたらいいよ。やみかち東北、やみかち九州ということで、ああ紙袋に入ったアチアチアのね,ねこのいしやきもねじっくりこう。 塩石で蒸していくから、うん、あの蜜がとろーりと美味しくてってよく言いますよね。ねあのよく芋選びもそうだけど病院とかの前に泊まってたりして、はい、なんかね差し入れがあ忘れたという風に買って行ったりとか、ね。そう美味しいんですよね。う,うちもあのー、よくご近所さん回ってきたりするんですよ。回ってくるんだ。うん、であのー、これと同時進行でいい、ねうん、ちょっとしたら豆腐屋が 売りに来るんですよ。あパパパパパ,パ,パみたいな。そうそうそう。うん、豆腐屋さんあの売る気ないんじゃないかなっていうぐらい、デージ速いスピードで立ってっていくわけは。死ね流行るな。え <laughs> やん。もうさえ、買いたいんだけどとか思う時がある。<laughs> もう買いたいって上り出さんとダメかな。すごいシューマハとか運転して嫌だな。<laughs> ともみはるです。いやん。もう何回か走ったおかげだけどもう間に合わなかった。<laughs>

五回に一回ぐらいはもう買えますよ。はいね、買える <laughs> た、ま。たまたま駐車場降りた時にうーんってあのと遠くから音が聞こえたのをキャッチしたら、うん、慌てて財布取りに戻ってい買,いい買いたい買いたいって出るんですよ。<ー>だけど何かしててもうデイジキンキンになってから気が付いた時には時すでに遅しで、はい、財布取って出たいにゃうんっ <laughs> て <laughs> <laughs> いなくなっている。これ何かあの <laughs> 先に子供が行ってしまって弁当代を渡せなかったお母みたいなやつ。ちょっとややちょっとあ。<laughs> いいな、面白いね。毎回でか笑えるんですよ。早くて、自分に笑っちゃうんだよね。そう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 。私が悪いんだけどね。もうちょっとだけよ、長くゆっくりね。お願いします。だってさ、地域の中走らせてるからさ。そんなスピード出さない。そうに、県道とか国道じゃないよ。徐行、な、抜け道でもないんだもんな。なんで、あと4分で次のバスで行かんでいけないのみたいな。 急いでるバス運転手みたいな。はい、えー、葉月さん来てますね。<laughs> はい、ありがとう、えー。前回は初投稿メール読んでいただきありがとうございます。そして今回は給食係でおね、投稿します。先日、地元の富城までドライブしに行った時どこか近くにいい店ないかなと検索して見つけました。えー、店名はズバリ、千円ステーキ。 ランチタイムは 200g のステーキが税込み1000円で食べられるんですしかもライスサラダカレーは食べ放題なので結構お腹いっぱい食べられましたよランチタイムは17時まででディナータイムではメイン料金に300円追加すると食べ放題できるそうです場所は、えー、富城中央病院近くの交差点かな小児科と不動産会社の間の道を 海軍号公園向けに住みますそうすると、この不動産会社を過ぎて、すぐ左手にありますよ。富、え、城、ー、在住、通勤、通学の方で、えー、今日はがっつり肉が食べたいという方は、ぜひということで。千円ステーキ。うん あ全部だあのいろんなのがステーキコンボはちょっとまあお値段が出ますけどもロースステーキ1000円サーロインステーキ1000円<ー>キグラム数がこの3 0 0 2 0 0 2 0 0ムで1000円なの、うん、ロースステーキはよすごいだ500になるとまた2200円とかね最近でもこの加減ステーキ屋さんすごい増えたよね しそうはいありがとうございます、はい、じゃあ続いてゴーヤー野郎さんです福岡からですおーありがとうございますしんちゃんみーかこんにちは,、はい、にちは久しぶりに投稿福岡からゴーヤー野郎です嬉しい、ね、やっとこさ福岡での暮らしになれたので現場近くで、えー、ごめんね職場近くで見つけた行きつけのお店を紹介します、えー、ビッグ恋は登るって店でしてビッグはカタカナ、うん、恋のぼりの恋 恋は登るっていう店名なんですって。場所は天神の渡辺通りから歩いて3分ほどのサンセルコショッピングセンター地下にあります。店の雰囲気としては昔の国,国,、えー、国際ショッピングセンターの地下にあった食堂街をイメージしてください。ああ、わかりやすいね。うんうん、で、ここでのおすすめは500円のカレーなんですが、注文すると皿を渡されて、<ー>炊飯器からご飯を好きなだけ取れるんです。見てください。<ー>でっか。 添付、えー、画像でちょっと分かりづらいかもしれませんがご飯め目いっぱいでも大丈夫ここ数ヶ月前、えー、数ヶ月は給料前に大変お世話になっております手書きのポップ感も多く雑も雑な感じもありますけれども大盛り好きには最高なお店ですあと4月8日の放送で話題になった宮崎の二見うどん研究所は、えー、1店舗しかないですよじゃあ長くなったので今日のところはこの辺でということで 1>, <あ>1店舗しかないんだあじゃあずっと研究してるんだね<ー>やっぱね はいありがとうございますこの目玉焼きとかつゆのはトッピングなんですかねそれともこのカレーの上に1個はついてるんですかねかちょっと待ってご飯もご飯の上にカレーなんだけどちょっと玉ねぎがハヤシライスはやしライス風な感じのカットで、うん、焼きそばと、はあ、ち,ょ卵ちょっと,と申し訳なさそうにサラダちょっとサラダがあって <laughs> 味噌汁もついてるんですよこれ500円ってよしんちゃん500円だったらいきますよがっつり系すごくない学生なんか絶対いきますよはあ なんか一時二時とかに食べたら夕方も食べなくて結構みたいな感じ。感あ、そうそう、それぐらいな感じがしますよ。ね、で、目玉焼きがちょっと半熟なんですよ。上手。うん、上手。上手。上手はい。あ、もう以上?。<laughs> あら、もう時間になってしまいました。あ,<ー>ありがとうございます。ねはいはい、じゃあ、美味しい話題、また今日ね、紹介できなかったものは、来週改めて紹介させていただきます。うん、たくさんの美味しいメッセージ、ありがとうございます。以上、給食係のコーナーでした。では、続いて、このコーナーです。 沖縄セルラープレゼンツこのコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします、はい、さあスマホユーザーガラケーユーザーの皆さんから、うん、テーマありませんフリーでメッセージを頂い,いておりますがえどうしました先週あはい機種編を終わった後に先週収録を終えた後に AU 那覇店まで行きまして、はい、行きまして しんち石坂さんにね教えてもらいましてその模様は改めて来週ね来週かな再来週かなってちょっとずつね紹介したいと思いますしあと琉球新報の方にも記事が掲載されますのでそれと合わせてね詳しくはお話ししたいと思いますが今週はまず泣いちゃあ嫁さんおっ泣いちゃあ嫁さん今日ちょっともうすごいねすごい打率高いねいきましょうね「機種編ロックンロール2度目のメッセージを送らせていただきますすすすありがとうございまおした」 アプリを紹介します。こうしんちゃん。しんちゃん。しんちゃん、はい、んゃんスマホケース見てください。これ島ぞうりじゃないよ。島ぞうりですよ。<laughs> 内閣総理大臣てい。<laughs> 津波君みたいな。え <laughs> え、日本に関しましては、ええー、<laughs> もちどう,う、うん、えー、お小遣いに関しては、何か意義はないですか。あ,あります。とっても。わたくさ、好きな言葉。<laughs> 好きな食べ物、本 <laughs> 草そうき。わたくさ。 わたろくさにこれをだから俺じゃあ三がなんか調べるっていう時に調べ方が分からんからもし教えてなんとかのアプリを同意しますかとかなんかあのダウンロード怖いだからでしょ最初怖いんですよえっとねまずじゃあおすすめのアプリ聞きたいといはいまず聞くそのおすすめのアプリピタゴラボールです 多分俺に、俺いらんかもしれない。<laughs> もう俺、生 <laughs> 聞いただけ俺、俺はいらないんじゃないか、ねな。えっ、ー、とね、対象年齢は書いてないんですが、うん、うちの長男9歳が使っていて。まあ、じゃあいいよ、俺は。俺46歳だし <laughs> <laughs>。ピタコラボズいて、ピタコラボズ出て。<laughs> どんなっけ <laughs> えー、暇つぶしに最適です。上等です。うん、頭も使うし。あ、それはいいかも、ね。はまるはずよ。 ミカしんちゃん、ぜひとも使ってみての感想待ってます。ラジコで聞いてますよということで泣いちゃうお姉さんです。ピタゴラボール、これをまず調べるのすらわからんわけ。どんなちんちゃんのやつはほら、あとさあのなけログハウスみたいな。あ、そうそう。A A みたいなこれこれですよ。私が今触ってるんですけど、シンちゃん、ちょっと待って。あなたロックかけてないの何も。あ、ロックかけてるよ。だだだだだだ。違う違う。ロックかかってるよ。かかってる。 あれかかってないな。かかってないよだから。何ポップスかかってた？今。民謡かかってた？あもうもう大丈夫なんだよこれで。ロックかかってない。大丈夫大丈夫はい。いやいやいいいの？でアップデートとかなくなってるけどアップデートじゃなくて検索で探しますよ。検索をするだけで。そうそこになんかこの虫眼鏡みたいなマークあるでしょ？虫眼鏡あるね。触って。 あれ触れるあ、うん、指がカサカサしてるからかな銀行でも大変だったでしょ <laughs> <laughs> 私の暗証番号 <laughs> えっとなんだっけ覚えてる<あ>なんていうピタゴラスイッチじゃなくてピータゴーラあピタゴラボール出てくるすぐ、うん、それ出たはいこれをダウンロードああなるほどあれかブロックを動かして上から弾が落ちてくるのをこうなんかうん あのうまい具合に操作して枠の中に玉を入れていくんだああそっかどうですかしんちゃん今度ねだいたい今度って言ったら来ないとかやらないんですよねもあいも狂ったら行けたら行くよって言うの行けないから行かんよっていうのと一緒だよねピタゴラボール興味がある方はぜひ探しくださいピタゴラボールありがとうございますさあそれではうん えーとぜひですねこのコーナー皆さんからおすすめのアプリもね、うん、もちろんしんちゃんがスマホに機種変したばっかりなので、うん、ちちゃ46チャイにぴったりな、うん、えーとアプリだったりとかそういった情報を、ね、欲しいですね。糖尿病なんとかとかかさ <laughs> 血圧をなんか左胸に刺してから毎日測れますよみたいなアプリとか。<laughs> いつ中。さん、さん、痩せたらいいんですよってよ言われるでしょうっ病院来るの大変ですよね、お金もね。さん <laughs>、痩せましょう、痩せたらだいぶ。いや、あれで、た、よくなります。<laughs> 出費も。いい、いい看護婦さんがいってから。優しいね。さ、うん、さう、痩せましょう、痩せたら数値っよくなりますから。私もこの間、この、こんな感じで。うん、大丈夫よ、間に合うよって言われた。<laughs> <laughs> いいな、間に合うよっていう。間に合うよ。間に合うよ。優しくなってくる、なんかもう。どうせ、ま、申し訳ない気持ちになるよね。家庭内血圧を。そうさん。家庭、朝の一分でいいんです。お忙しいと、あ、お忙しいのわかりますよ。朝の一分。<laughs> あ、家庭、ちょろちょろってね、書いていくだけ。これ持ってくるだけで。よくなりますよ。お大事なんかもう。う小学生にされるんで。いいですか。リンゴが二個ありますね。みたいな 三個食べるとお腹が大きくなります <laughs> <laughs> だから「二個にしましょうみたいなもうはい <laughs>「ピタゴラスイッチ」<laughs> 俺のやる気スイッチどこあるんかなて <laughs> 探しといてくださいね、うん、はいさあということで今日紹介しました泣いちゃいさんどうもありがとうございましたラジを聞いてる皆さんもしんちゃんへのおすすめアプリなどもお待ちしてますので送ってくださいあそうだよいいんじゃない、はい、えっとこれでなんか撮ってあこれいいなと思ったら、うん、この場で ああね、ぜひぜひ、ね、しんちゃんもそうです,ですよ。それでいくらぐらい200円とか無料とか無料だから無料のアプリもいっぱいあるもんね高いのはいくらぐらいの一番高いのいやーたそんなにないんだ1,000円とかない私は入れてるのは、うんうん、えっと私が今便利で入れてるものかえっと 新法のものとかいろいろ教えたりニュースとか見れるようにやってますしあとはのトレーニングアプリあ<ー>子どもたちとは勝負するんですよあ<ー>よくのあ俺漢字<え>好きだから漢字検定アプリ<あ>こう入れます入れますよ自分でやっぱりこう一瞬読んでる時「はい、ん?」ってねやっぱりもう読まな書かなくなってきて頭が鈍くなってきての分かるわけさ、ね、そういう時にそう便利ですよ、うん、であとはミュージック アアププリリ音楽系のアプリですね、うん、あとは料理系のアプリだったりとかうん、うん、こういったものを入れてます私はよあとはもちろんカレンダー関係をうん8名刺管理アプリですよね<あ>はい。これこれ 後ではいいろいろじゃあやりましょうねはい、はい、ということで是非、えー、皆さんおすすめのアプリ教えてください,い,いなおスタジオの様子は YouTube でも見れますので是非チェックしてくださいね、うん、今週は何でスタジオにフライパンがあるんだろうって気になると思いますけどあんまり気にしないで、うん、ということで以上沖縄セルラープレゼンツ機種編<動>このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました さあ、それでは、刑事係行く前に、フォ、うんはい、ートプランサービス上りのこいのぼりの抽選から行いたいと思います。はい、はい、上、はい、りのこいのぼり。我が家もね、あげてて、この間、とある方が郵便物を届けに来たんですよ。うん、あの、で、すいません、ミカさんの自宅って。 上りが上がってます。って言われて。一瞬。そう、こいのりなのか。のりなのかと思ったけど。これ便利ですねって言われたんですよ。あの。あれ、すごい目立つ。小刻みの。モーリーもラジオで言ってたんだけど、自分たちのうち上げてる上げてるって言ったから、もうおうがバレそう。まずい。まずい。やめる気付ける。まずいぞ。それその実物わからんから、あれだけど。なんか。これ目印にピンポンされても、どうしようかなっていう。

甥っ子の子供、定型、うん、定型、あ、そっか。うん、そうだと思います。み、みのもんたさん、若いのかなってイメージ。私、甥っ子に子供いますもん。はあ、そっか。<laughs> そうですよ。あ,あ、そっか、そっか。そうですよ。沖縄だな。うん。石田純一のみんな。<よ>自分の子供が孫の子供、孫と一緒みたいな。<laughs> それではフォートプランサービスからここでお知らせです。上りのこいのぼり,ののぼり気になりますよね。えっ、ー、と、サイズが3種類あって、机の上に設けるミニチュアのこいのぼり、これミニのぼりです。はい、アパートのベランダでも上げられるコンパクトサイズが小さいサイズののぼり。うん、で、広い場所でも目立つインパクトサイズ、大サイズ、これ3種類です。えー、で、瓶型タイプもあります。で、ちょっと見てみたいなという方はですね、うん、フォートプランサービスのホームページなどで、ぜひ掲載されてますので、チェックしてみてください。ちなみに、のぼりにな,なっているので、 これポールに立て通して立てるだけの簡単組み立てでしかも畳んじゃえばコンパクトに収納できるので場所取らないんです上りにお子様の名前を入れたり顔写真を入れることも可能です詳しいお電話でのお問い合わせは0988543383 0988543383番までお問い合わせください さあそれでは来週でこのフォートプランサービスのぼりのこいのぼりプレゼント最終日となっていますので、はいえー、プレゼント希望の方はこいのぼり希望というふうに書いていただいてからご応募ください、うん、よろしくですアドレスは南部アットマーク ROKINAWA.CO.JP でお待ちしていますはいさあでは掲示係に参りましょう急ぎ足になりますが、うん、あなたの町のあれこれ面白情報イベント情報などいきましょうはい、はい、じゃあ私からいきますねお願いします 今度の土曜日えっ、ー、と日本野菜ソメリエ協会全国大会数民しに行きますやめてください <laughs>、うん、<laughs> ありがとうございます 2>、うんえー、縦2メートル横10メートルぐらいの応援団この応援幕を準備しないといけないでしょうか、うんえー、ごまかして優勝しましょうミカさん<笑>,笑顔で<笑>ではどうでもいい三男よりということでいただきましたありがとうございますい頑張ってくださいね えっと、うんはい、もう話しかけないでくださいねこれ本番前はね,前ね緊張してますからねー本番はーとか言わないでくださいねもう怖いわー嘘でしょ、ね、でもこういう緊張感っていうのはやっぱり活性化ソラズだから人間一生懸命でね<ー>こんなに緊張すること更新出るぐらいのイメージだもんねね <laughs> いやそこまでではないあれー <laughs> い甲子園球児とはまた全然違いますあそこはもう本当に夢の舞台でしょノーメイクで国際通りに2時間歩けっていうぐらい緊張するああうんバレないバレない大丈夫大丈夫はいお二人さんこんにちはスナックふれあいですいいねスナックふれあい私日曜日も仕事で車で職場に向かっている時に番組を聞いています先日しんちゃんが「おばちゃんまれる?」って話してたでしょ運転中にたたか笑って 顔が曲がるぐらい笑って苦しくて大変だとしんちゃんもっとおわちゃん回れるかな？何時から回れる？<う>始発までに回れる？いや,あのチビやのちびがやののちびが始発になってる。<う>終電。回れるかな？もうもうお願いお願い。ヤマトイントネーションでこすまりたいっていう。ごめんねごめん。回れる？<laughs> 回りたいんだよね。えあと何分で終わんの？ あどせ、そうっすまれねえんだって。<laughs> <laughs> 死にしかばすんどやりあ <laughs>。日本語じゃないよなっっ。う,<ー>うん。ひってもいい? <laughs>。まれなければ、ひっていいかな <laughs> 意味がわからな、ね、い,いすか。<laughs> 次いこうか。やばいな、うん、こがお、うんじの角ちゃんです。はい。 えー、桜の花が道に散っていっぱいしてるから、いっぱいしてる東京から国分寺の加藤ちゃんです。JR 国分寺駅南口から徒歩5分、秋田料理店、スタッフ募集なんだそうですが、えー、テルって書いてあったから、何か言わ,されて言わされてるのかと思っちゃった。本当はテテルルだけど、T e L、よねが <laughs> <laughs>

<laughs> すごいあこういうのができるんだねあ胸さんあーす,ごーすごいすごい,いろんな方と写真撮ってる一緒にあーいいね、うん、あるさ、はい、結婚式の引き出物の、はい、このなんかプチギフトとしてこれね、うん、よく見見ますよねあのそうだねあの,あのプチのね分かれいてたりとかするやつでねこれは面白いですねはい。 ありがとう。はい、今度ナンバーワンの作ってくれるそうなんでよろしくですじ,ゃあじゃあ続いてトとブンです、うん、春休みの先日県内に一店舗しかない銭湯に子どもたちと行ってきました沖縄市揚げ田にある中の湯更衣室と浴室に仕切りも鍵もありません,ん、ね、シャンプー石鹸、バスタオルもないからねお湯と水の蛇口が Y の形で、えー、一つの短いホースから出てくるパターンでした分<ー>かりますしんちゃん、うんのね、大人六名ほどしか入れない湯船ですが疲れが吹き<ー>き吹、えー、吹っ飛ぶ感じでしたよてっきりイメージはさびれた銭湯で貸し切り状態 かと思っていたら夕方六時ごろ行ったけどすでに三人のおじいちゃんがその後も若い兄ちゃん二人五十代ぐらい仕事帰りのおじさんも来ていただからゆっくり湯船には疲れなかったな県内唯一の銭湯中の湯の場所は沖縄市揚げ田三3 0北向け小屋十字路を過ぎて小座,小座十字路手前揚げ田十字路右折五十メートルほどで左手です料金は十二歳からは三百七十円小学生は百七十円その下は百円あ我が家は千八十円だったんだけど番頭のおばちゃんに「 1000円におまけしてもらいました。優しい、ね、営業時間は夕方5時から9時まで、定休日は木曜日、日曜日ってネットでは書かれてるけど、これは定かではありません。えー、先週は南部アワー10年で初のリクエストがかかったな、俺もダメ元でやります。ということでいただきました、ともぶんです。えっとう、多分沖縄でもここしかないんじゃないかな。中野湯ね。中野湯さんしかないような。そうなんですっ、ね、て、うん、今ね。はい、どうもありがとうございました。うん、リクエスト来てますけれども、これ、うん、ザ・ドリフターズ、いい湯な 来週行きましょうかね。うん、じゃあね。ねはい。おかけできたらなと思います。はい、どうもありがとうございました。さあ、ということで、あなたの街のあれこれ、面白い情報、イベント情報など、このコーナーに送ってね。以上、刑事係のコーナーでした。